フローシャイム・インペリアル・ケン・ムーア。1970年代製フローシャイムは、1892年に、ミルトン・フローシャイムによって、イリノイ州シカゴに設立されたアメリカを代表する、革靴ブランド。現在の本社は、アメリカ合衆国ウィスコンシン州グレンデールに拠点を置く。主に、オックスフォード・ブローグシューズ。 ブルッヒャー、ローファーなどの手作りのメンズドレスシューズとレザーブーツを展開している。創業当初、最初の小売店が間もなくオープンし、靴が人気を集めるにつれ、サタデーイブニングポストやコスモポリタンなどの雑誌に掲載されている。1953年、世界最大の靴メーカーであるインターナショナルシューカンパニーは、フローシャイムを2100万ドルで買収した。 この年には、ウィングチップスタイルの一つである、ロングウィングと呼ばれるモデルが登場。3年後、フローシャイムは、部門となり、独立した組織として運営された。やがて1960年には、代表的なモデルで、ロングウィングスタイルのインペリアルケンムーアが発売された。1966年までに、フローシャイムの靴は4秒ごとに一足販売されたと、される。 1980年以降アメリカの革靴メーカーは経営不振に陥り、1991年にインターコは破産を宣言したが、1994年に靴事業を終了するまでフローシャイムを維持した。その後フローシャイムは別の会社になり、1996年にその名前をフロアスハイム州グループに変更した。二千二年五月、ウェイコグループが同社を購入し、 フローシャイムの商標は、創業時のフローシャイム &CO に戻る。同社の上級役員は、第5世代のトーマスとジョンであり、ミルトンが始めた家族の伝統を引き継いでいる。ありがとうございます。